プロジェクトアテナとは、1983年から1991年6月30日まで8年間に、渡って行われた、マサチューセッツ工科大学と DEC、IBM の共同研究開発プロジェクトである。一般に、最大ワークステーション1万台レベルにまで、拡張可能なコンピュータ環境、しかも、息き混在で、守備一貫した環境を作り出すことが目的と、みなされている。 しかし実際には MIT 内の教育環境の向上を目的としていた。学内のどのワークステーションを使っても同じファイルやアプリケーションを探すことができ、特にユーザーインターフェースやサービスに大きな差異がないようにするというコンセプトで行われた。これは今日のインターネットでのブラウジングによく似ており、このようなコンセプトで教育環境が向上すると考えられていた。 このプロジェクトは様々な技術を生み出し、それらは今日でも使われている。例えば、X-Window システムやケルベロス認証がある。プロジェクトアテナで開発された他の技術として、ゾア、ゼファー、ヒーシャットがある。X-Window システムは、プロジェクトアテナと MIT コンピュータ科学研究所の共同プロジェクトとして始まり、アテナでもその成果が利用された。 1991年に終了した時、コンピュータ環境はアテナシステムと解消され、その後も MIT 学内の各所で使われ続けている。ただし、最近では無線ネットワークと携帯可能なコンピュータの組み合わせが増加しつつある。ピクサーアニメーションスタジオは、初期の15台のプロジェクトアテナシステムを使い、短編 CGA がアンドレとウォーリー B の冒険を制作した。 アイオワ州立大学では、アテナを実装するプロジェクトとして、プロジェクトヴィンセントを実施している。プロジェクト名は、アタナソフベリーコンピュータで知られるジョン・アタナソフに由来している。ノースカロライナ州立大学も派生プロジェクト AOS、ユニティを実施している。カーネギー・メロン大学は、類似のプロジェクトとして、アンドリュープロジェクトを実施している。このプロジェクトで生まれた EFS は、 アテナでもファイルシステムとして使われたメリーランド大学カレッジパーク校も派生プロジェクトプロジェクトグルーを実施している。ありがとうございます。